手軽で簡単、野菜チップスを作る三つの方法。塩味の軽食を諦めることなく、美味しく健康的なおやつを楽しむ方法の一つが野菜チップスです。防腐剤などの有害な添加物を使わずに、自宅で簡単に手作りできます。野菜チップスを美味しく、そして健康的に仕上げるための秘訣は、適切な野菜と調味料を選ぶことにあります。 作り方は簡単ですので、何を選択するか、塩味なのか辛味をつけるのかなどをしっかりと理解して作りましょう。野菜チップスは、カリッとした食感を出すために油で揚げることが多いですが、オーブンで焼いて仕上げる方法もあります。油を使わずにオーブンで焼いた後、お気に入りのソースにつけて食べるのも美味しいですよ。 手軽に自分のお気に入りの野菜で野菜チップスを作りたい人はこれからご紹介する方法をお試しください。美味しい野菜チップを作る3つの方法1、一家チップス。海外では一般的な一家は野菜チップスの材料におすすめのとても美味しい野菜です。調味料はほとんど必要としない作るのが簡単な野菜チップスですが クリームや自家製ディップと組み合わせるのも美味しいでしょう。材料。ゆっか、4つ、オリーブオイル、大さじ2、50メートルエルグロ胡椒、1つまみ、コーシャーソルト、1つまみつ、水、1リットル。作り方。ゆっかの皮を剥き、洗ったらスライスをします。水を入れて火にかけ、 沸騰したら塩と胡椒を加えます。一火を輪切りにして鍋に入れます。柔らかくなるまで15分間煮ます。柔らかくなったら穂からおろし、水切りしてベーキングシートの上に置きます。一火スライスにオリーブオイルをかけ、塩を振ります。オーブンを165度に設定し、片面5分ずつそして両面が、 茶色になるまで焼きます。2. ナスチップス。ナスチップスは家で食べるのが楽しい、これまでにない美味しいスナックになります。ナスは加熱すると柔らかくなりますが、まずは乾燥させることが大切です。材料。スライスしたナス、2本程度、160g、パセリ、1枝、玉ねぎ、1個。 オリーブオイル、大さじ2、30メートルエルグロ胡椒、ひとつまみクミンパウダー、大さじ1杯、15、G、ニンニク、みじん切り味方、7、G。作り方。玉ねぎを千切りにします。玉ねぎに腰をとクミンパウダーを少しかけた後、オリーブオイルにかけます。天板の上にナスを置き、塩を振った後、 15分間そのままにします。加えます。パセリをみじん切りにします。胡椒とパセリのみじん切りをニンニクに加えます。15分後、玉ねぎとニンニクミックスをナスの上に置きます。165度に予熱したオーブンに25分間入れます。途中で、 均等に茶色になるようにフォークで少し動かします。出来上がったらオーブンから取り出してお楽しみください。3ブロッッコリーチップス野菜チップスは油で揚げるのが一般的です。このレシピではブロッコリーを少量の油でこんがりと焼き上げます。材料ブロッコリー 320g 植物油大さじ3 45メートル L、オートミール、大さじ2、30、ジーアドボ調味料、一つまみ、塩、一つまみ、卵、2個。作り方。卵をしっかりと溶きます。油を鍋に入れて火にかけます。ブロッコリーにオートミールをつけた後、卵につけます。アドボ、胡椒。 そして塩を振りかけます。ブロッコリーを油の入った鍋に入れて、ブロッコリーがカリカリと小金色になるまで炒めます。さあ召し上がれ。